土と水と光に汗する。農チューバー3周年春のスペシャル。これまで全国たくさんの農チューバーが誕生し、今日も自然を相手に格闘中、活躍中。今回は日光連山を仰ぐこの町へ。おはようございます、佐藤晴美です。ですね、今日はなんと栃木にやってまいりました。私はですね、じゃん、この方に会いに来ております。もうね、いらっしゃいましたよ。こんにちは。こんにちは、どうも。こんにちは。八木沢康幸さん、ここ塩谷町のまさに顔、うん、こうやって私がスロークリスチャル青年部活動でやってますので、私たちが作ったこのポスターなんで掲載していただきたいということで、もう入り口のこう分かりやすいところにドーンって貼っていただけると。そうですね、名産のニラとともに地元のシンボルに。さすがのキャラですよ。ありがとうございます。すごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、はい、ちょうどナイスタイミングなんですけど、これから一番ニラっていう、はい、そのめちゃめちゃうまい、めっちゃ太い美味しいニラがあるんですよ。ぜひ一緒にニラ狩りましょうよ。嬉しい。これはニラを意識した緑に。そうなんです、もう緑が好きすぎてニラ愛を止まらないぐらい、はい、私も今日長靴が緑。あ、かわいい。いい、ナイス緑ですね。こういう緑もいいんですよ。たまらない。指差し。青。あ、うちの妻です。あ、奥さん。はい、たまちゃん。やっほー。はじめまして、佐藤晴美です。お邪魔します。メガネ曇るんだ。メガネか。すごい、もうニラの匂い。じゃあちょっと脱いでいきます。はい、脱いで。どうぞどうぞ。お邪魔します。どうぞ。お、うわ、熱っ。熱いっすよ。熱っ。熱いっすよね。ほんとだ。30分結構温度高いと思うんですけど、35度いってますね。5度。うわ、なんかスチームサウナみたいな感じ。そうなんですよ。あれ、なんか奥に。急いで。ごめんよ、アルバイトの。このハウス早く借らないと出荷間に合わないから。アルバイトの三井くんなんだよ。三井さん、なんで止まってるの。こちらのキャラもなかなか。バイトです。ニラ作りの手伝いは仮の姿。三井徹さんは長野で果樹園を営む果実の農務者。ぜひですね、この全盛況が何をやって、地元では青年部のリーダーで、たまに農業仲間八木沢さんの元へ。間に合わないよ。地面スレスレです。ここ、そのまま一気にザスって。お、そして見てください、ここ。切った瞬間にほら、水分すごいでしょ。これ何の水分？ニラが一生懸命吸って、地面から吸った水分なんですよ。一番ニラだとこんなに取れるんですよ。こんなことになるの？はい、でこの水も超甘いんですよ。一番ニラとはその年初めて伸びてきたもの。一番ニラこんな感じで、はい、いつも順番に買ってるんですけども、はい、見て、うちのアルバイトあんなにもう早くちゃっちゃちゃっちゃ買ってるんだよ。今年の出来はね、いいんですよ。やっぱ堆肥も入ってるけどね、今年は本当に天気良かったから。天気良かったんで本当に隣の。いや、大きいね、この子は。この子は大きいですよ。この子は下から持って、え、すごい。これ私に枯れるかな。枯れるよ、大丈夫。で持って斜めに切りながら、ちょっと斜めにシュッて、そうそうそう、でちょっと上げればもうすぐ水がブワッて出てくる。シュ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 、すごいでしょ。すごい。一株でおよそ2年にわたり8回収穫できる国商国産の定番の一つ。シュッと、楽しい。よいしょ。どんどんやりたくなる、これ。そうそう、うまいうまい、上手上手。すごい。ほら、やっぱ切り方が綺麗だと水の出る量も全然。ね、全然違うんだ。そうなんです。そう。ほら、すごいいい太いニラなんで水分出ますね。すごい。出ますね。すっごいね、これ。いや、ほんといい出来だ。やったね。やったよ。よし。すごい。いや、すごいやるね。すごい。よし。
来たね、このコンテナいっぱいの。私がこんなに勝てて大丈夫かな。大丈夫よ。この感触が気持ちよくて。うわ、出ますね。うわ、垂れてきちゃった。いや、すごい。すごーい。はい。いただき。おいしい。その笑顔がもう俺の糧になります。すごい、ね、初めてニラ生で食べた私。そうなんです。色濃くみずみずしいこの嬉しい取れたてで料理もいろいろ学びます。八木沢さん家のキッチンで。さっき取れたニラで、美味しいご飯を作っていきたいと思います。はい、よはい、ニラの登場です。お待たせしました。さっき収穫したニラですね。こんなに綺麗に。ニラの豚肉巻きからニラを。これぐらいかな。それぐらいでいいと思います。お、したらまた同じく。はいはいはい。こんなに多い。多くても大丈夫です。その分そのシャキシャキ感が増すんで、ね、でもなんかニラを巻くって私初めてですね、はい、結構いろんなごぼうとか本当にあるんですけど。あ、確かにニラ巻くのって結構珍しいかも。発想がニラの甘みがお肉と合うんですって。で、焼くだけ。ちょっと水入れて、ちょっと蒸す、ちょっと蒸す感じですね、はいはい、で、あとは蓋を閉じる。はい、もう出来上がり。これでちょっと2分待ちます。すごい、なんかいいですね。農家さんのところで一緒にお料理するって初めてです。私初体験。ニラ農家なんで365日ニラ食ってます。ニラ。そしたらこれを開けてひっくり返します。おあ、いい感じにニラもしなってきて、はい、このニラがしなってる感じが一番いいので、うんうん、おいしそう。いい焼き加減です。匂いがやべえですよ。匂いがやべえっす。もう栃木弁うまくなりました。あ、やべえっす。これがはい、一品目完成。ごま油と、あ、ニラの、ごま油と確かにニラのなんだろう、香ばしい香ばしさが、うん、調理に時間がかからないのもニラのいいところ。次はもっと簡単、ニラのおひたし。全部いっちゃっていいですか。はい、少しずつ少しずつさっと入れて、はい、さっと、えええ、溢れんばかりのニラちょっと浸します。適度な歯ごたえを残すのもポイントですよね。いきますね。じゃあ、うわー、もう美味しそうだもん。これこのままでも食べれるもんね。これでも食べれます。はい、オッケー。水を切って盛り付け。あ、いい感じじゃん。いいっすね。いい感じじゃない。甘みを引き立てるポン酢。はい、おいしい。八木沢さんはこんな顔になってました。あ、うまい。どんどん甘みが出てくる、うん、なかなかニラ食べて味わったことない食感でした。 こんなシャキシャキ言うもんになって。そうなんです。すごい、取れたてはやっぱ違うんですね。もうこの水分量といい、そこにこの新鮮さがあるんで、うんうん、うーん、と噛む音だけが響き、これ止まらないですね。無限ニラ、無限ニラ、無限ニラ。メインディッシュはこれ。あー、美味しそう。まず豚ひき肉を、火が通るまで。どうですか。お、いい感じですね、はい、ここにニラをドサッと、ドサ、いやー、入りました。
うわこれ絶対美味しい。はい、はい、したらなんともうここに入れていきます。ニンニク、ニンニク、生姜をちょこっとちょっと臭みを取るんで、はい、おお綺麗綺麗、よし、もうちょいもうちょいもうちょい、ニラに火が通んないといけないんで、そっか、おーおーおー上手。豆板醤、食べるラー油に隠し味のめんつゆ、いい香りがパワーを増してきました。はい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 、こうして炒めるのって結構得意なんですよ。よし、いい感じなのでは。最高ですね、できました。お見事、超上手。よそったご飯へ熱いうちに、どっさり、いやうまそう、絶対美味しいよこれ。ドーン、ドーン、もう一個、うすごい。これでスタニラ丼、三井さんもお呼ばれで完成しました。ニラ三品、自信作。これ私たち食べた、食べて、いい、そう、私たちも食べちゃったの。じゃあすいません、いただきます。でもね、卵のせはね、これだけだからスペシャルなやつ。すいませんね。いや、長野から来た帰りましたね。うん、うまい。おお出た、すごいシャキシャキ感がさ、やっぱここまで聞こえてくるからね。うまい、もうさっきみんなで買ったニラがそのまま、うん、あ、これそうなの。そう、これそう、このニラだよ。ありませんね。いやいやいや。ニラを巻いた料理初めてですね。うん。適度なシャキシャキも。いい音させるな。さすが。うまい、うまい。豚肉の甘さも加わる。うん。うん、でもやっぱ素材の味がガッときますね。これをこれ。うん。うまい。ではいよいよメインを。あ、うん、うん、うまい、あーうまい。こんなに白ご飯が進んだの久しぶりかも。確かに、うん、幸せなことですよ。あ、本当に。さて次回は畑を始めます。起こす、そう、 今のすごい良かった。でハンドル思いっきり切って切って切って、うまいね。春は近い。